はい、こんにちは、レトスノーノです。3月9日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。8割解けるようにして次の教材。例えば A という問題集を買ったとします。そうしたら、その問題集 A は何度も復習して8割以上解けるようにしましょう。全部を頭に入れるのは難しいので8割程度で十分です。そうしたら次の問題集を行いましょう。そうすることで解けない問題を発見できます。またこれまで勉強した知識がさらに深く理解できるようになります。そしてまたこの問題集も8割頭に入れて、さらに次の問題集に進みましょう。ほとんど頭に入っていないのに次の問題集に行ってもそれではダメです。それだと全部中途半端になります。完璧は目指さなくてもいいですが、8割は目指しましょう。それでは本日の3問に入ります。 AB 間の売買で買い主 B の意思表示に対応する意思を書く錯誤があり、当該錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき、B は常に売り主 A に対し AB 間の売買契約の取り消しを主張することができる。丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは、これ誤りですね。まず、意思表示に対応する意思を書く錯誤。これどういうことかというと、まあ昔で言う表示の錯誤と呼ばれるもので、まあ勘違いをして意思表示をしてしまったよということですね。今回の事例で言うと、勘違いをして買い主 B さんは買いますって言ってしまったと、まあいうイメージです。で、もう一つですね、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき、まあこれもね、まあ難しく書いてあるんですけども、まあ簡単に言うと、勘違いをしなかったら、そんな意思表示はしなかっただろうと考えられるほど重要な部分のことなんですね。で、これでもちょっとわかりづらいんで、ちょっと具体例出します。もう具体例考えた方がわかりやすいです。まあ例えば100万ドル、まあ100万ドルっていうと約1億円ですね。の土地が、売っていましたと。約1億円の土地です。1億円の土地が100万円だと勘違いして、これ買いますと意思表示をした場合、この場合、買い主 B さんってこれ1億円、つまり100万ドルですよね。と分かっていたら、まあ、購入しなかったと考えられるわけですよ。これが2に該当するんですね。つまり勘違いしなかったら、そんな意思表示はしなかっただろうと考えられるほど重要な部分。これに当たるわけですね。で、こっからがポイントになります。で、錯誤が成立する場合なんですけれども、表意者、まあ、今回で言ったら買い主 B ですね。買い主 B は取り消しをすることができます。まあ、改正前っていうのはこれ無効だったんですよね。表意者は無効を主張することができるだったんですけども、これが取り消しに変わりました。で、錯誤取り消しを主張するための要件。まあ、これはですね、昔と変わっていないです。まあ、言葉が変わったんですね。内容的には変わってないです。まず先ほどの1番、2番を満たすということですね。この部分ですね。意思表示に対応する意思を書く錯誤があったと。つまり勘違いして意思表示をした。また、その部分っていうのはすごく重要な部分だったということですね。で、今回は1番、2番満たしますよね。問題文に書いてあります。で、もう一つ要件があって、表意者 B に重大な過失がない。まあ、これも改正前と一緒ですね。重過失があると、表意者 B に重過失があった。つまり勘違いした人に重大な過失があったら、それはもう錯誤取り消しできないんですね。で、今回、重大な過失があるかないかって、これ書いてないんですよ。重大な過失があるかないかって問題文に書いてないんですね。ということは、1番は満たすけども、2番は満たさない可能性がある。2番を満たさない可能性があるということは、取り消しできない可能性もまだあるわけですよね。だから問題文は常に取り消しができるとなっているので、この常にが誤りなんですね。もし、表意者 B に重大な過失があった場合は、取り消し主張することできませんので。だから誤りになるということです。で、この重大な過失って何なのって、過失ってまあ落ち度なんですけども、それが重大な落ち度ってどんなのって、考える方いるんですけども、これはですね、もうあんま考えない方がいいです。また今回はもう原則の話だけしかしてないんですね。まあ例外的なことがあって、表意者 B に重大な過失があっても、錯誤取り消しできる場合があるんですけども、今回はその点ちょっと省略させていただきます。もちろん個別指導ではその点も含めて解説させていただきます。で、今回100万ドルを100万円と勘違いして購入した事例を出させていただいたんですけれども、まあそのようにね、具体例考えながら学習していくっていうのも一つの理解学習なんですね。
で、理解学習には複数の手法があります。で、これらを併用することで、すんなり合格できるようになるわけなんですね。つまり、まあ、実力が上げやすくなるということです。そして、個別指導では合格への唯一の道である、理解学習を使ってあなたを合格に導きます。まだ7ヶ月ありますので、今からでも合格できます。今年絶対合格したいというのであれば、一緒に勉強して今年の合格目指しましょう。で、問いにですね、宅建業者が免許の更新申請を怠り、その有効期間が満了した場合、当該宅建業者は遅滞なく免許証を返納しなければならない、丸か×かという問題です。答えは×ですね。有効期間が満了したとしても、免許証を返納する義務ありません。で、免許証を返納しなければいけないのはどういった場合かっていうと、廃業した場合、または成年非後見人となって免許取り消しになった場合などなんですね。なので、この部分っていうのは対比してしっかり頭に入れておきましょう。まあ、超重要ポイントです。で、個別指導の受講者になると専用動画で免許を取得してから更新、返納までの流れを確認して、つなげて理解しておくことができるようになっております。まあ、こういった流れっていうものをしっかり頭に入れておくっていうのはすごく重要なんですね。で、多くの方がこの問題文のこの解説だけを頭に入れようとするんですよ。そうすると部分的にしか頭に入っていないので、全体の流れ、これが頭に入っていない状況で部分部分だけ頭に入れていくんですね。つまり整理していない状況で頭に入れているので、本試験になると混乱したりとかすぐ忘れちゃったりすると、まあ、いうことです。なので、個別指導ではそうならないために、免許を取得してから、更新変動までの流れを確認できるように、動画を作成しております。理解学習を実践したい方、絶対合格したい方は、ぜひ個別指導をご検討ください。で、個別指導なんですけども、これ時間が経つごとに値段が上がっていくんですね。で、これなぜかっていうと、まあ、実は弊社の個別指導っていうのは、万一来年の試験に落ちた場合、再来年の試験日まで無料で質問サービスだったりとか、受講者専用ページの閲覧、これできるようになってるんですね。つまり1年間無料でそのサービスを受けられることができるんですよ。で、実際個別指導の受講さん、合格者っていうのは早いうちから受講していただいた方の方が合格する確率がやっぱ高いんですよね。で、一方で時間が経つごとにやっぱ合格率っていうのは徐々に徐々にやっぱ下がっていくんですよ。で、そうなると私自身ですね、サポートする期間がプラス1年余分にサービスをしなきゃいけないということなので、値段が徐々に徐々に上がっていくんですね。で、お客さんとしても絶対合格したいという、お気持ちあると思いますので、早くですね、受講していただいた方のが、より、合格する確率も高くなりますし、また値段も安いので、ぜひですね、お早めにご検討いただければと思います。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。で、問い3です。市街各域内の高地、面積3000平米を購入する契約を締結したものが、その契約締結の1ヶ月後に、高地と一段の土地である市街化区域内の大土、これ4000平米です。これを購入することとしている場合においては、高地の事後届では、大土の契約締結後に、大土の事後届でと合わせて行うことができる、丸か×かという問題です。答えは×ですね。市街化区域内の高地、まあ、3000平米の高地を取得して、その1ヶ月後に一段の土地となるお土を取得すると。まあ、こういった場合なんですよね。で、本門は高地を購入した時点で、事後届での面積要件、2000平米以上、これ達していますよね。これ以上です。したがって、この高地を取得した日から2週間以内に事後届をしなければなりません。で、今回問題文では、この高知の事後届でっていうのを、お土の契約締結後に、お土の事後届でと合わせて行うことができるってなっているので、誤りなんですね。高知の事後届では、高知を契約してから2週間以内に届け出をしなければいけないっていうのが正しいです。これも基本的なルール使えば答え導けると思いますので、絶対得点できるようにしておきましょう。個別指導の動画については、左上の動画からぜひご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。